それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、キョサーントゥーンさんが海洋放出反対全国行動でいわき市小名浜で500人を超える方が参加しました。パチャリが話題をお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。以下引用、日本キョサントゥーン福島県委員会さん、本日27日、いわき市小名浜で海洋放出反対全国行動が行われ、500人を超える方が参加しました。立憲の石垣のりこ参院議員、シャーミントーンの福島みずほ党首参院議員とともに、日本キョサントゥーンから小池晃書記局長が挨拶。岩渕智参院議員、宮川恵美子、吉田栄作両県議、いわき市議団参加しました。引用終了。香ばしいのが勢ぞろいで草だわ。500人を超える方が参加しましたとのことですが、写真を見た限りでは500人は盛りすぎではなかろうか。補足ですが、この集合写真に渓谷やトゥーンの共にミンスントーンの議員も写っています。以上補足でした。ネットの賛否の声を少しご紹介します。パラパラとわら熱中症には気をつけて。500人もいるのかな。写真から見て500人はいないだろう。写真から人間の数を数えるサイトがあればいいのだが、いつものメンツですね。ここにいる国会議員さんたち、みんな比例区での当選なのね。どう頑張って数えても500人もいねえ。写真には100人くらいしか写ってないけど、カメラの後ろにはたくさんいるんだろうな。見た感じ若い人いない。ご老人方お家に帰りましょうね。これ写真に写らない方向に400人くらいいるの？国民がこのメンツをよく覚えておいて選挙に臨むことが大切などの声がありました。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず、日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。